ウルリヒトクルはドイツの俳優、ミュージシャン。マンハイム近郊の町フィールンハイムで生まれる。高校時代に交換留学制度を利用してアメリカ合衆国ボストンの高校に留学。1977年にハノーファーでアビトゥーアに合格。兵役を終わらせた後中ビンゲン大学に入学するが、アルバイトでやっていた音楽から舞台への道を志すようになり、 1980年に、シュトットガルト音楽演劇大学に入学し、演劇を学ぶ。1983年に終了した後、ハイデルベルクの劇団に参加し、舞台俳優として、活動を始める。在学中の1982年に、ダイバイスサローズデー映画初出演。1984年、ベルリンやハンブルクの劇場での演技が注目される。 その後は1995年まで続したハンブルクの劇団を中心に現代劇からシェイクスピア、ものまで幅広いジャンルの劇に出演。一方映画でも1986年にスタンハイムでドイツ赤軍のテロリストアンドレアスバーダーを演じてベルリン映画祭でキンクマ賞を受賞。同年ドイツ演劇評価協会によりその年の最優秀俳優に選ばれる。 1995年から2003年まで、ウルリッヒ・バラーと共同で、ハンブルク室内劇団の団長を務める。2006年、前期人のためのソナタで、ドイツ映画協会最優秀女演団優勝。現在に至るまでドイツを代表する俳優の一人として、活躍している。1989年以降歌手としてもアルバムを、多数発表するなど多彩であり、2007年には、 初めての小説も発表した。最初の結婚で事情を設けるが、離婚2003年に写真家と再婚し、ベネツィアに今日構えている。ありがとうございます。